丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです、本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。今回はですね、俊太選手がちょっと僕に合わせたい方がいるということで、もう一人追加ゲストを呼んでくださいました。よろしくお願いします。お願いします。俊太選手、はい、で、ご紹介いただいてもいいですか。アンドレって呼ばれてます。はい、アンドレ、はい、アンドレスとアンドレ、ちょっとヒスパニックがちょっと強いんですけど、アンドさんはあれですね、北関東かなんかの方。あ、そうです、一応、はい、はい、そんな感じしますよね。はい、アンドレさん、もしかしたら本名がアンドレな感じ。いや、高橋アレクサンドレって言うんですけど、もう本当子供の頃からアンドレって言われてて。ああ、ヤクザのこととか自分経験がないからちょっと申し訳ないですけど、アンドレを、呼ばせてもらってちょっとお話ししていただけたらなと思ったんですよね。そうなんですか。アンドさん、ヤクザの方ではない。あ、違います違います。ガキの頃ちょっとだけ悪さしてたことがあったので。ああ、そうですね、はい、ちょっとだけですよね。はい、ちょっとだけです。なんか、まあちょっとだけな感じがするんで、はい、はい、まあ、アンドさんは本当ね、まあ、がっつり肩着の方なんで、はい、まあ、ただその方面詳しいということ、いろいろ聞きながら話をしていきたいと思うんですが、一応立場としては俊太先生が連れてきたということ、格闘技関連の人でもある。そうですね、谷山ジムってところで、はい、一緒のジムでやってて、はい、まあ、プロになる前にね。そうですね、ちょっと、うん、ちょっといろいろあったって感じが、はい、今現在もプロ志望ではある。あ、そうです、はい、格闘技と裏社会、ヤクザのつながりっていうんですか、このあたりっていうのは実際問題、ヤクザってやっぱ格闘技の人がいます？それはいると思います。はい、なんか細かいことはもちろん言えませんけど、うん、そのなんか興行につけてるその入り口とかに近くに、まあ、高級車とかいっぱい止まってて、うん、そこにやっぱ飯とかがあったりとかっていうのがやっぱりあったりするところあるんで、あるのかなとは思いますけど。前回とかの放送だと思うんですけど、プロになる条件のところにチケットさばけるかどうかっていう話がね、はい、出たかもしれないですけど、そこで、その話は後でっていうふうに振りましたけど、そこで出てくるんですよね。今はね、裏社会と関係性がない興行っていうのがあるんですけれども、私1970年代生まれでございますが、子供の頃見ていたボクシング、キックボクシング、プロレス、その他もろもろの競技の中でですね、リングサイドに綺麗なお姉さんを連れたバシッとスーツなどを着てらっしゃる方をよく見てたんですね。その時代はいわゆる選手の谷町として、そういう主人の人たちがバックアップしてくるっていうことは結構あったんですよね。まあ、思いますね。昔話ではお聞きすることあるんじゃないですか。あ、それは、まあ、めちゃめちゃある、ありますよね、はい、そこら辺はなんか今でもそう、なんかちょっとやっぱ母体法の感じでちょっと厳しくなってきてるところがあるんで、はい、少なくなってきてるのかなとは思うんですけど、そこは、はい、あると思います、ね、やっぱりそういうつながりがあるとチケットとか多分さばくのとか当時の選手は楽だったんでしょうね。毎回毎回試合しながらそのチケットさばくのとか大変じゃないですか。あ、これはもう完全に、はい、ちょっと大変で、まあ大変ですね、はい、大変な人はすごい多いと思います。アントニーさんはそのチケットとかさばいてたりしたんですか。友達とか後輩とかがやっぱ来て買ってくれるんで。引っかかんないですね。はい、いや、すいません。不意に振ったら、あ、そう、大変でしたねとか言うかなと思ったら、敵ですからね。見ての通り敵ですから、アントニーさん。地下格闘技って呼ばれる存在があったじゃないですか。はいはい、不良の皆さん。不良ってこの、いわゆる裏社会用語でいうところの不良じゃなくて、世の中でいうところの不良の人たちがこう参入するっていう、はい、その地下格闘技とかは結構行かれてたりとか見たりとか。まあ、結構知り合いとかがちょこちょこなんか出るっつって、うん、まあ、そいつは全然練習してないんですけど、うん、なんか面白おかしくみんなでなんか何人か集めて出ようみたいな、うん、そこにこう自分たちもなんか知ってるんで見に行ったりとかするんですけど、はいはい、地下格闘技僕何度も見に行ったんですけど、はい、リングより周りの方が盛り上がってますよ。そうですね、動画選ぶ方が そうですね、結構盛り上がってます周りが。あれって正直あれどうなんですか、畑の人だけじゃないですよね、客席に来てるの。まあ、なんか見る限りだとちょっといますよね。いわゆる昔の谷町の世界とは違って、アントニーさんの周りの人たちは、はい、例えばその杯もらってるような人だったり、ハングレーな人たちだったりする人たちが体鍛えて格闘技やってるみたいなことはありました。あ、逆の方が多かったかもしれないです。逆の方が多かったっていうか、昔ボクサーでヤクザになったっていう話、はい、知り合いはいますね。俊太さんのところに元ヤクザの人で来てるとかそういう人たちはいるんですか。元ヤクザで来てる人はいましたね。なんかまたパクられちゃったりした人もいましたし、なんか
いなくなっちゃったとか死んじゃった人とかもいましたね。そう、いろんな方が、あの、どうすか、そのジムに来て、もう来たらやっぱ普通に教えるんですか。もちろんそうですね。基本的にうちの谷山ジムのスタイル、というかスタイルとかは分かんないですけど、会長は悪かった人たちを更生させる施設じゃないですけど、そういうような、まあ結構ニュアンスが強くて、はいはいはい、だから入れ墨とか、まあそういうようなちょっと半グレだったり不良の方だったりが来るのは結構ウェルカムの感じにはしてますね。もちろんその綺麗になるというか、その、ね、ブラックなところからグレー、ホワイトになっていくっていうようなのの手助けじゃないですけどっていうのがありますけど、はい、どうですか、その筋でいた人たちってこう格闘技向きだったりするんですか。今自分が思い浮かぶ限りでは、もう残ってないですね。はい、なんでちょっとその時はガッとやるかなって感じはしますけど、瞬間最大不足的な感じでやめちゃうっていうところがあるかな。短期間濃く来て、あと急に来なくなる、そんな感じとか、あとなんかまだできてないからやっぱそういう風な感じ、今先ほど言ったような感じになったと思うんですけど、はい。アンドレさんってどうなんですか、その周りの人たちってヤクザとか半グレのいわゆるそういう暴力を生業に、まあ、あの、なりわいの材料としている人たちがいるじゃないですか。その人たちがジム行って体鍛えて力強くなってくるんですか。その勢力の中でも体鍛えてたら強いやつとかの方がやっぱあれなんですか、あの、役に立つんですか。やっぱり弱くなった時にはやっぱり使うとこあると思うんで、やっぱ体格いいやつとか体鍛えてるやつの方が優遇されたりとか、優遇というか、まあ、いざとなった時に例えば、まあ、飲んでて、じゃあその帰りにどこで喧嘩になるか分かんないんで、はいはい、やっぱ鍛えてる人は多いし、鍛えてた方がいいなと。はい、競技でいうと裏社会と親和性の高い競技ってお二人どこなんだと思います、うん、アントレさん的にはどうですか、よく見る。あ、でも全体的に見るとでも確かにボクシングとかキックボクシングの方が多い印象ありますね。自分それはそうですね、他の競技に比べると。はい、なんか僕なんかだと柔道とか意外といるのかなと思って。柔道とかにいたりするんですか。あの、たまにいますけど、あの、そっち。でもちょっとやっぱ古いかもしれないですね。武道系で、あの、その筋入ってるっていうのは結構な年上の人のイメージですね。はっきり言っちゃうと、あれです。国士舘系です。あの、国士舘大学系の武道系がある時期、そういう方に行ってたと。まあ今でも少なからずあるんでしょうけど、まあこれはまあ周知の事実としてあるので、まあ今更なところもあるんですが、そういうふうに武道系で一つ派閥としてあるとも言われてるぐらいなんで。でもやっぱりそのボクシングやキックが多いっていうのは、はい、すぐあれですか、路上の喧嘩に使えるからとか、そういうことなんですかね。どうなんだろうね。たまたま多分知り合いがいたのかな。相撲とかも結構多い印象なんですけど。へー、あ、なんていうか、あー、でも力士ってでプロになってたりとか部屋に入ってたとか、そういう人だが辞めて現在試合してる人とかは、あの、繋がってる人はやっぱいますよね。マジで、はい、それは言っちゃダメなんじゃないの。まあ噂で聞きますけどね、はい、うんうん、力士の人ってテレビとか実際に、あの、肩着のね、人間があると人格者でちゃんと接してくれるけど、はい、その裏の顔を持ってる人っていうのもいたりするんですか。やっぱ怖い、柄が悪かったりとか、ちょっとこわもてな人、実はこわもてみたいな、はい、いたりするんですかね。いや、自分はないんですけど、はい、まあ、あの、共通の知り合いとかに いたりするんで、そういう人が。いやー、安藤さん、あれですね、ギリギリにちゃんとかわしますね。さっきからなんか、安藤さん、肩気ですよ、本当に強調しますけど、はい、車です、車さんです、はい、ちょっとね、皆さん分からないかもしれませんけど、まあ、すごいバトルが今繰り広げられてますけど。でも実際問題ですよ、あの、その格闘技と裏社会っていうのは、はい、まあ、僕が見てる限りやっぱり近いところにあると思うんです。で、裏社会にいるような人って割とその人の殴り合いというか、はい、勝負事とかも好きだし、そういう意味では趣味として、あの、見る人とかも多いと思うんですけど、実際こうかけたりすることある、格闘技の試合どうなんですかね。結構多分人によってだと思います。好きな人は多分やると思うんですけど、俊太選手はそういうのに巻き込まれたことは、はい、いやいや、全くないですね。ないですか。はいはい、はい、なんか耳打ちされてこそこそっと、ちょっと、ま、ちょっと次のラウンドちょっと取られてくれないとか。いや、それはないっすね、全く。ないっすか。あ、予兆的な感じとか、はいはい、あ、それも、いや、全くそれはないんですけど。僕、そうですね、昔ね、あの、20歳ぐらいの時もっとシュッとしてたんですよ。でちゃんとすごい格闘頑張ってた時期があって、あの、数年間頑張ったんですけど、その時にタイに修行行ってたんですよ。タイの修行に高架下で、あの、リングがあるようなところで、かけむえたいやん。はい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 。で、あの、ね、そこで、あの、女の子とかと飲みながら試合とか見れるんですけど、で、ナンパしてて、若かったから、で、その女の子に、ちょっとさ、あれでちょっとかけようよって、こう、俺が、お前どっちかにかけて、俺、もう片側にかけるから、
もしその賭けで勝ったら今夜付き合ってるみたいな話してたんですよ。そしたら俺対応できないわけですよ、はいはいはい、対応できないで、だけど女の子は先に現金賭ける現金ここに置こうよって言ってるから、はいはいはい、で俺はその見ながら絶対こっちが最終的に勝つなと思いながら A という選手に例えば賭けたとするじゃないですか。でこの女があのちょっと本当対応何喋ってたか分かんないけど、その現金を置いたのをこう集めて、うん、そのスタッフに渡しながら何事か言ってるんですよ。そしたら、次の瞬間その優勢だった A という選手がですね、いきなり負けたんですよ。脈絡なく、おえってなるじゃないですか。はい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 。だからただみんなうかうかしてるんですよ。はいはいはい。みんな嬉しそうなんですよね。まさにそう。なんなら最後、ね、選手負けた A という選手が俺に俺を言いに来ましたから。ちょっとそこもザルですね。はめられたってザルだなって。だから選手が俺に言いに来るってないじゃないですか。そうですね、負けた選手が嬉しそうに。はい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 。ウェイタイはなんかちょいちょい聞いたりしますけど、やっぱ田舎だとそれがありますね。そうっすよね。はい。もうちゃんとしたオフィシャルの試合じゃなくて、はいはいはい。まあちょっと野良試合みたいなやつだったんで。わあ、すごいいい経験というか面白い経験ですよね。それちょっと経験したいです自分もそれ。すごいっすね。日本はね、公営、はい、ギャンブルじゃないから格闘技に直接かけるっていうことはないですよね。そうですね、全くやってない感じですよね、はい、あるとしたらあれかな、ブックメーカー、ブックメーカーでちゃんとオッズがあるやつで、海外のや海外工業のやつでかけるとかは確かあったの、日本のやってる工業とかは多分ないと思うんですよね。うん、全くやってる人とかも聞いたことないですね。アンドレさんはどうですか、周りではやってる人は。結構でもいろんな競技でみんななんか個人でやってる人いますね。サッカーとか野球とか。何でもあれですよね、野球賭博だとハンデつけられるけど、はい、格闘技だとハンデつけづらいですよね。八百長とかはあんま聞かないですね、うん、でもなかなかボール出さないです。日本の格闘技、今メジャー団体に限らず割とその表立ってやってる、競技実はもう本当にクリーンなんですよね。で、いわゆる地下格闘技と呼ばれるものも俊太さんから見るとアマチュアというよりはセミプロぐらいな感じなんですか、そこのレベルっていうのは。いや、なんか自分も見に行ったっていうことが、まあ、ぶっちゃけないんですけど、でもなんかその、まあ、動画とかで見たりしますけど、なんかちょっとプロ化してるというか練習をしっかりしてきちゃってるなっていうところがありますよね。昨今のやつはね、はい、もう朝倉未来選手に代表されるように海君もそうだし、はい、直そのメジャー興行に上がれるぐらいのレベルになってきちゃってるんですか、はい、昔だとどうしても一段落ちるなのイメージだったけど、はいはいはい、もはやそうじゃなくなってきてる。そうですね、でも逆に言うとそれが面白くなくなっちゃってる感じはありそうですよね、はいはいはい、なんか素人同士が殴り合うのが面白いみたいなところは絶対。そうだったですね、昔はね、はい、僕が地下格闘武器の黎明期取材とかしてに行ってたんですけど、その日リングサイドにたまたま来てたラッパーが T シャツ脱いで上がるみたいなのありましたから、そういうのがリアルですよね。面白かったんですよ。確かに確かに。そのラッパーの方がまたね、あれなんですよ、全く鍛えてない体してたのがすごいリアルで良くて。本当リアルですよね。鍛えてないのに汗だくなんですよ、そうなのか。それがなんか照明とかが、はいはいはい、本当に慣れてないんだろうなっていう感じがすごい良くて。そうですね、そうそうそう、確かに、はい、でもなんかある時期から地下格闘技に練習という概念が入ったっていうのを聞いてたんですよ。だからみんなバッキバキで、めちゃめちゃちゃんと動けるようになってて、そしたらとしたらもう本当にプロでやってる人のちょっと劣化版になっちゃう感じになっちゃうから、うん、なんかやっぱ楽しみとしては微妙になってくるのかなと。なんならそこを足がかりにしてメジャー団体に行こうとしてる人とか出てきますよね。そうですね、だから普通のまあ、アマチュアのなんか育成の講義になってきてるがちなのかなとはちょっと思いますよね。アンドレさんがその今後格闘家としてね、目指すにあたって地下格とかそういうところでもいいんですかね。どうなんだ、アンドレさんどっちに出たいんですか。いや、もう普通に地下じゃなくて、はい、表のやつ出たいですね。でもアンドレってすごいじゃないですか、入れ墨が、うん、はい、だからこれだとするとなんか出れるところやっぱ限られてきますよね。さっきの話じゃないですけど、はいはい、K1 とかは結構厳しい感じというか、これ和柄っていうのかな、和というか洋というか、和あとこっちが和で、うん、こっちが洋で、そっか、まあどっちにしろ首も洋なんですけど、うん、で背中は和 で、うんうんうん、で足も洋 で腹は文字。あ、それまあいろんなものが混同してる感じで、巧みにかわしてたというか、つくだけにしといたんですけど、がっつり出てしまいましたね。まあそういうことなんですよ。お察しください。ということで、アンドレさんあれですよね、はい、その今後だからプロを目指すにしてもやっぱり日本との工業ってやっぱ入れ墨あるとやっぱ難しいですか。
でもあの木村フィリップミドル選手とか、はい、なんか国籍をブラジルにしてるから普通に出してても全然出れるっていう。そういうことなんだ。自分もだからもし出る、もし出れるタイミングがあるんだったら多分そういうふうにやる。それうまいわ。確かに。かもしれない。完全にだって見た目もそうだもんね。そうですね。一回ブラジルに。ポルトガル語はできる。全く喋れない。見た目だけ。コンプレックスだ。そうなんだ。繁華街に行くと喋りかけられるんですよね。外国人に道聞かれて。めちゃめちゃ喋れないんで、はい、もう全く違う方向とか教えちゃうんですけど。いやちょっとすげえ面白いですけど、でも確かにそうですよね、はい、あのでも MMA だと今ちょっともうあのタトゥー入ってる人でも全然 OK になってきてるじゃないですか。でも格闘技と入れ墨って結構そのありあるじゃないですか。でもキックボクシングはまだ入れてても大丈夫、うん、なしなんですか。キックボクシングはあのなしの団体となしじゃない団体がありますね、うん、ちなみにうちがやってる興行、まあ、うちの会長がやってる興行は、うんまあ、基本的には大丈夫ですね。だからアンドルはそこだとしたら大丈夫だと思います。他のとこ行くんだとしても、でも国籍変えれば大丈夫だから、まあ、なんとでもなりそうだね。でも芦沢流星さんとかどうなんですかね、うん、全部消してるもんね。でも日本国籍じゃないですか、うんうんうん、時々あの貼ったりとかして、うんうん、あの消している人いるじゃないですか、うんうん、なんかあれもなんかあの建前もよく僕は分からないんですけど、テーピングで、ま、巻くことで消せば OK みたいな、はい、今更でもなんかタトゥーの入ったあの腕が出たところで確かにそうですよ ね、 ね何に配慮しているのかよく分からない。確かに確かに改正改定あのされると僕はいいなと正直思ってます。あの、はい、僕は入れてないですけども、やっぱり一つの自己表現として、はいまあ、やってる人もいらっしゃいますし、あのそのことで何か活動が制限されるっていうようなことはね、あんま良くないなと思ってます。そう、自分その、まあ、1回ノックアウトっていう団体に出させてもらったんですよ、はい、それでその時になんかあまり入れ墨はよろしくないからっていうことを言われてて、まあ、消してたんですスプレーで、うん、だからなんか、うん、そこ行けないからって言ってて、なんか今消してる感じで入れ墨をこの中でも4回くらい消してるんですけど、はいはいはい、で今ノックアウトがなくなっちゃって、あ、はい、だからこれで消してた意味何なんだろうみたいな感じになってるところがあって、あれでも団体名とか入れたら大丈夫なんじゃないですか。それはああ深く優遇してくれるかもしれない。いや確かに確かに確かに、ちょっとオタクのやつのコマーシャル入れてるんだから、ちょっとホワイトマネー載せてもらわないと何もなくなっちゃうからちゃんとジムの名前入れてもらえれば大丈夫そうですね。当たり前じゃないかも。そうそうそう、元ヤクザの中野次郎さん、あの、はい、マットマックスって入れて、うん、あのまあ毎月いくらかもらう経営さんだったんですけど、あの雑誌がなくなったら入ってるから同じような感じだと思います。そうそうそう、懐かしいです雑誌。そういうしのぎもありますよということで格闘技と裏社会と、まあ、ちょっと聞いてきたんですけど、やっぱりその親和性っていうのはあると思います。ここまでね、あのシュータ選手があのグレてるところから格闘技をやって自信つけて、その暴力っていうものを抑制できるっていう、そのね、あの成功例として一つのロールモデルとしてあの紹介できたと思うんですけど、同じようにね、アンドレさんみたく若い時に墨入れちゃったとしても受け入れてくれる競技であってほしいなと思います。別に格闘技の関係者全員に言いたいわけじゃないですけども、何かね、ちょっと若気の至りによって制限されるとちょっともったいないなと思いますんで、ぜひそちらの方ね、まあ、もうちょっと届いたらいいなと思います。最後に、シュータ選手のチャンネルでも、コラボしてますんで、そちらの方、チェックしていただければ、チャンネル名お願いします。シュンタキックボクサーで検索してくれれば、出てきます。はい、キックボクサーシュンタです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。